私が声を上げることをしなかったのは、ある可能性に気づいたから。私は先生、女も男も関係ない。新妻くん、俺人とか苦手なんで。そんな日常だけでよかったのに。美奈子にバレたらどうすんの。何それ、脅してるつもり。先生の敵か、俺の敵です。何ですか。私の敵は私なの。ごめん。なんだ。頭と腹の中、絶望と怒りで真っ暗な癖して。女って弱くて腹が立つ。俺先生のこと好きです。誰かに何もかもぶつけられたら。それでは授業始めます。